ベル412、ベル412は、ベルヘリコプターテキストロン社が開発した、汎用ヘリコプター。ベルエアクラフト社のベル212の発展型である。民間では、消防の消防防災ヘリコプターや、警察の監視ヘリコプター、軍では、軽貨物輸送、捜索救難、練習機など幅広い用途に使用されている。ベル205、UH、UH-1D、 H を総発エンジンにしたモデルであるベル212は1968年に初飛行している。このベル212の改良計画は1978年から本格開始された。初飛行は1979年8月3日、FAA の形式取得は1981年1月である。形式取得した当月に納入が開始されている。その後、 燃料搭載量と離陸重量を高めるなどの改良を加えたベル 412SP が開発された。1991年には変速機を改善した 412HP も開発された。その後、デュアルデジタル自動飛行制御システムを備えた 412EP が生産され、その軍用派生型として、 CH-146 クリフォンが開発され1992年に初飛行した。2013年3月にはファデックを装備した PT6T-9 エンジンに換装し完全統合型グラスコックピットとするなどの改良を加えた最新型 412EPI が公開された。主に改良された箇所はローターであり、 鋼材製の4枚ブレードを採用する。このブレードはノーメックスでできたハニカムコアをガラス繊維で包んで互いに結合しており内部には凍結防止用のヒーターマットを組み込んでいるローターヘッドは鋼と蛍合金星でエラストメリックベアリングやダンパーが装備されているエラストメリックベアリングにより機械的なヒンジと重い粘性ダンパー両方の排除を実現しこれにより 巡航速度は、約時速 40km 速くなり、機内の振動や騒音が減少した。また、エラストメリックベアリングは潤滑を必要としないため、確認が目視検査で良くなった。その他、フレックスビーム用ーで、迅速な制御応答性を提供しながらも、ローターの寿命を伸ばすことを可能としたほか、システムを保護し、問題をパイロットに警告するのに役立つ。 主変速チップ検出機が搭載された。胴体部については燃料タンクの容量が約50%増加し、コックピット内の操縦装置が一部変更されている。以外はベル212とほぼ同等であるため、ユーザーが追加した搭載機材の多くがそのまま使えことからベル212の更新用としての採用も多い。日本では 消防防災航空隊や警察航空隊、海上保安庁などにも多数採用されている。2015年、平成27年7月17日には、陸上自衛隊の次期多用途ヘリコプター、UHX として、ベル 412EPI をベースとした共同開発機が選定された。2015年9月2日、防衛省は、富士中工業、現、スバルと UHX 開発プロジェクト立ち上げ事業について、試作受け負い契約を締結した。2021年、平成33年から20年かけて1基12億円で150機を調達する予定で、試作1号機は2018年に完成、量産初号機の納入は2021年を予定している。2018年1月18日、スバルは、宇都宮製作所、 宇都宮市の南工場内に航空機の整備工場を完成させたと発表した。同工場は陸上自衛隊向けの新型多用途ヘリコプター UHX や民間機 412A 発展型機用の整備工場となる。スバルは新工場の建設により整備能力を従来比で約3割増しの年間130機に引き上げる計画である。 2018年7月17日、スバルとベルヘリコプターテキストロン社は、ファンボロー国際航空省において、陸上自衛隊向け新多用途ヘリコプター、UHX のプラットフォームで、同年7月5日に FAA の形式証明を取得した、民間向け最新型ヘリコプター、スバルベル412プックス型機での事業協力を発表した。 スバルのゼネラルマネージャーである橋本勝彦氏は、スバルは開発中の UH-X ヘリコプターで地上試験を実施しており、初飛行の準備を進めているとフライトグローバルに述べた。これとは別に、富士重工業ではベル 412SP を実験墓機とし、独自に開発した富士ベアリングレスローター FBR を装備させ試験を実施している。 このローターは GFRP 製のフレックスビーム及びブレードと CFRP 製ピッチスリーブなどからなり高速性能や高速距離の向上振動や騒音の低減を目指していた実験機は1996年3月29日に初飛行しそれから4ヶ月にわたって50回以上の試験を実施した試験の結果振動については 元のベル412と比較して 120kN あたりでは、側面方向に対しては低く垂直型に関しては、やや高くなりそれほど差は出なかったが、騒音については、元のベル412に対して、低空飛行時に 1.5dB、アプローチで 0.7dB、離陸で 0.5dB と下回る結果となった。また水平飛行性能については、最大速度が 5kN 程度増加し、 必要馬力も減少するなど好結果を収めた。出展、インターナショナルディレクトリオブシビルエアクラフト、ベル 412EP プロダクトスプシファクシャンズ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。